俺のこんばんは、AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、追加要素ありますんで、その二つまとめていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まず一つ目がこちらですね。昨日の、まあ、11時前後に、まあ、このミッションの方、実は達成されたんですけれど、追加されてまして、まあ、一番最後のね、パックの方を受け取れるようになってたんですが、受け取りできる時間が短すぎて、ほぼ受け取れていないプラス、このミッション、このイベントって、一括受け取りが不可能なんですよね。受け取れていないっていう、俺またやってるっていうですね、これ子供で、無理でしょっていう受け取り。なギリギリで達成して、でまあ11時前後とかもう寝てる人多いじゃないですか。僕も寝てましたよ、一回仮眠みたいな感じで寝ていたんですけれどね、どうなってるみたいなね受け取りね、一応できたんですが、ほぼ受け取れた人がいないっていうね。まあ中には受け取れた人もいらっしゃると思うんですけれど、ほぼ受け取れないようななんかね感じになってしまっていたっていう、この賞金イベントのやつで、期間が26までなんで、まあ一応その26回ってからはこのイベントの方は消えてしまうっていう感じになってまして、ほぼほぼ達成が無理やったっていう。例のパックの方も、まあ、入手困難なものになってしまったっていう風に、まあ、今回のこのパックのイベント、賞金のイベントはなってしまっていたっていうね。受け取れました、この追加要素。ほぼ受け取れなかった人多いと思うんで、どうなんだろうなと思いますね。ただまあこの類のイベントってメールで後で補填とかしないんだよな、多いんですよね。まあ補填来ればいいですけどね、来ないことの方が多いっすよね。まあ一括受け取りもできないからね。いやこのイベントそもそもさ、一括受け取りできないのが結構意味不明なんだよね。普通になんかできればいいのに、こいつできないんだよな。うん、めんどくさい。わざわざそのこのページ行って受け取りの方をしないといけないっていうね感じになっていて、なんやかんや結構一括受け取りの融通が効かない感じになってましたよね。まあ一括受け取り系で融通が効かないっていうと、あなんか花を受け取って、まあ、それでなんかミッションをこなしていこうみたいなイベントってあるでしょう。あのイベントも一括使うと勝手にそのどんどんクリアしちゃうんで、まあ花を貯金して次回以降のイベントに、まあ、それなんか貯蓄したいなっていう風に思ってる人にとっては結構ね、あの花のイベントの一括受け取りも結構ね邪魔なんですよね。はい。でもう一つが、まあニーナさんがこんな感じで言われてまして、団体の方復活させますよっていう、まあ戻しますよってことをまあ言われていますね。まあ何やかんや戻すっていう風に言われてますけれど、一覧見る限りは戻るってよりはまあ数ヶ月前の仕様になるって感じかなっていう。まあ、一応戻るですけれど、まあ結構多くのユーザーが望んでいるのは、まあ結構最初のだいぶ最初の方の団体競技場のことだと思うんで、まあ元の状態かって言われるとまあ微妙なところであると思うんですけれど。まあ、一応ね、キャンプ場から採石場にマップの方を復活させまして、トレインのアンチを元に戻して、なおかつ大幅に遅らせると。そしてまあ、オールドを復活させていくって感じで言われてます。僕はまあ、そのままっていう風に、まあ、一覧の方になってますよね。まあ、オールド復活はいいと思いますけれど、まあ、どこまでどういう風になっていくのかっていうところが、まあ、正直まあ、微妙なのかなっていう風に、まあ、見ていて思いますね。はい。まあ、これなんか、言われたからやっただろうっていう意見もありましたし、どうなんだっていう、風に思いましたけれど、団体ね、なんとも言えないなっていう、前から言ってますけど、僕は団体一戦でいいんじゃないのっていう、一戦にすれば全ての問題は解決したんじゃないのっていう、そういうまあ意見の人なんですけれど、まあ、これはね、どうなんだろう。実際プレイしてみないとわからないその感じっすよね。どこまで戻ったのか。そして今更戻したところでなーっていう、違うゲームあるもんなーっていうのが、まあ、正直な僕の意見ではあります。まああとアップデートではないんですけれど、NGP の昨日までの報酬来てないっすよね。来てないっすよNGP の報酬昨日締めだったんですけれど、昨日までに届きますよっていう締めだったんですけれど、あ、来てないっすよ。いつ来るんすか NGP の報酬ね。来てないっす。いつ来るんですかね。で、25日 NGP 会員日なんですけれど、今月分の会員日イベントも来てないっすよ。大丈夫っすか。 NGP 会員日イベント今月分来てないっすよ。 NGP 会員日イベントが早まることは過去あっても、なくなることは過去なかったんですよね。なくなってますよ。忘れたんですかね。 NGP 会員とかもうどうでもいいだろうと思ってるんですかね。完全に二つとも忘れ去られているっていう。営業日で換算するんですか、2週間以内っていうのは。営業日換算ね、めっちゃなんか計算めんどくさいですけど、営業日換算だったら割となんかこういうのって後出しでなんか営業日換算ですって言うと、あれですよね、言い訳みたいな感じですよね。遅れたわけではなくて営業日換算ですよみたいな。いつも営業日換算でこれしてないんですよね。なんですけれど、思ったら営業日換算ですか。営業日の時は最初から普段から営業日って書いてますもんね。でも今回営業日書いてないですもんね。どうなんですかね。はい、忘れました。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。でまずこちらですね、僕的にコアコードが良くなるためにまずすべきことって何だと思いますかと。いやもう遅いんじゃないですか、何をしたところで。もう何を打ったところで遅いと思いますね。まあ準備がなかった結果が今の状態なんで、まあ難しいっしょ、今から何をしても。あとはまあ今ある数字が削れすぎないように撤退戦をするしかないっていう、まあそのための配布っていうのを今されてると思うんで、まあある意味ですね、今できる最前提っていうのをコアコード運用は、まあ、取られていると思いますよ。まあ競技性というものを求めていかずに、まあなんかライトにプレイできるゲームっていう方向性で、まあシフトしていってやっていけばいいと思いますね。はい、競技性はないっす。
ないですね。全くない。まあでも普通に適当に遊ぶゲームとしては、まあね、申し分ない感じのクオリティなんで、まあ適当に遊ぶゲームとして路線変更して売っていくっていうですね、どうしていけばいいと思いますよ。まあ、運営会社にそのバグの修正とか問題のその修正の方がですね、まあ、やる能力ないんだったら、まあ、初めからそっちの方向に行くべきだったと思うんで、まあ、どうしてもその今までみたいに上手いプレイを囲ってしまうと、その分そのゲームに求めるものって高くなってしまいますから、まあ、その結果こういう状況を招いてしまったっていう。だったらまあ最初から相手にできるですね、競技性ってものを求めないようなゲームっていう、そういう方向性でやっていった方が、まあ、こういうコードは良かったんじゃないかなっていう思いますね。はい。まあ、運営会社に問題修正能力がないっていう、ゲームのその事情能力がないんだったら、まあ、そっちの方がどっちかっていうと、まあ、まあ、会社に向いていると思うんで、それでいいと思いますね。まあ、いろいろなんか、いろんなステージ上がゲーム作られてますけれど、まあ、今後もね、そちらのゲームとかも、やっぱりそのオフラインのゲームとか、まあ、MMO とか、対人があまりその関係していないゲームを作られる方がネットイースはいいのかなっていうふうに思います。まあ、実際そのこの間励ました変化とか、MMO の方に関しては、ネットイース結構ちゃんとやってますからね。対人ゲーでネットイースが流行らせたゲームっていうのを、今のところ僕は、まあ、中国の方を含めて知らないわけなんですけれど、対人って言ってもその、リアルタイムでのレスポンスが大事なゲームですね。まあ、ポケモンみたいなゲームやったら別にね、回線弱かろうが、時間差があろうが関係ないですから、あれなんですけれど、まあ、その1秒の時間差がすごく勝敗を決するような、まあ、そういうゲームっていうのはきちんと整備できた経験ってのはないと思うんで、どうなんだろうなっていう、ネットイースには向いてないのかなと思いますね。昔はね、時間差そんななかったんですよ。こういうことが始まった当初。僕はもうほんと初期の初期からやってますけれど、なかったです。時間差。まあ、サーバー重い時があったんで、その時はまあ、論外だったわけなんですけれど、まあ、年末年始はそれはしゃあないんで、あれなんですが、まあ、それ以外のタイミングとかやったら、昔は時間差がなかったんですが、徐々にね、1年、2年、3年と経っていくごとに時間差は増えてきましたよね。まあ、それはネットイースの技術的な問題だったりとか、設備投資の日々っていうのもあると思うんですけれど、まあ、もう一つあるのが、まあ、やっぱそのリモートでいろいろすることって皆さん増えたと思いますね。そもそもまあ回線がそのパンクのラインに近づくことっていうのが時間帯的にどの時間帯でも増えるっていう。昔はその平日やったら夕方夜の間は人が帰ってくるからある程度その回線使われるけど、まあ平日の昼とか朝とかあんま使われないわけじゃないですか。その分そのかかる負荷っていうのがサーバーだったりとか回線だったりとか、はい、そういうところにまあかかってくる数字っていうのがですね、まあ、その今よりは低かったと思うんですけど、今はその常時その負荷がかかっているような状態なわけですよね。そうなるとまあやっぱりそのインターネット全体でまあ時間差ってのは起きやすいような環境っていうのが生まれている。まあ、コアコードが始まった当初よりも、まあ、そうやって世界的な流れっていうのが変わった分ですね。まあ、その煽りをコアコードを生めば、ある意味受けてしまったっていうのはあると思うんですけれど、そこに合わせてゲームの設計を変えるべきやったんですよ。事実そのリモートとか、そういうね、疫病が始まる前と後で、ゲームの設計っていうのはいろんな会社のやつ変わってますし、流行ってるゲームっていうのは時間差が関係なかったりとか、時間差をうまくカバーしたゲームっていうのが、まあ、流行ってますよね。エピとかいい例じゃないですか。パソコンでもやっぱり時間差起きますし、ある程度。まあ、そういうところ考えますと、ゲーム設計を変えれなかった。変える方向に持っていけなかったっていうのはネットイースあると思います。で、次ですね。NGP 報酬来てないですね。いつ来るのか気になりますなと。NGP 報酬ね。いつ来るんでしょうね。予想しましょうか。いつ来そうかな。今日が何曜かな。今日金曜でしょ。土日仕事するんでしょ。いや、でも土日にメール送るってあんましないと思うんだよな、ネットイースが。絶対仕事したくねえって考えてると思うから。どうなんだろうね。ワンチャン土日に告知が来るか、土日来ずに、まあ、月曜日、まあ、週明けに告知するか、どっちかじゃないですかね。土日ってあんま仕事したからんから、まあ、それかワンチャン今日か。じゃないですかね。営業日換算したら結構ね、すっ飛ばすことになるんですよね、日付っていうのを。4日間分ですね、日付すっ飛ばすんで、営業日換算だと、6月の1日とか2日とか、まあ、そこら辺に報酬を送るっていう計算になるんで、ワンチャン来週半ばまで待たされる可能性はありそうですよね。